わ、もうマジどこどこ買いました。あ、湯気が。今日はアビスパ福岡対鹿島アントラーズの試合に、ここ鹿島サッカースタジアムにやってまいりました。いというわけで、今アビスパは暫定順位が4位となってますので、ここで勝ってもっともっと上位を目指したいと思います。頑張るぞ。早速スタジアムの中に入りました。今から上がっていこうと思います。行くぞ。やっぱり立派なスタジアムですね。こうやって見ると、お、来たなという感じになります。来ました。もう早速スタグルがたくさん並んでますね。すごい。そしてもうすごい人です。試合開始2時間半以上前なんですけど、もう見ての通りものすごい人です。激戦だ。はい、ありがとうございます。買ったよ。カップに入れてくれるのいいな。いただきます。アニメ飯がすごいことになっている。こんなに並んでいる。まだ2時間半前なのに。すごい。うわうわ、すごいすごいすごい。これはすごい。これはすごい。ハラミ飯ください。ありがとうございます。買いました。ここだと現金払いで並ばずに買えるみたいです。いいねいいね。ここが、有名な鹿島食肉事業協同組合さんのもつ煮です。ここやっぱ名物で、J リーグスタジアムグルメベストイレブン3年連続殿堂入りという、やっぱね、ここのもつ煮は食べないかんなって感じですね。はい、めちゃめちゃ並んでいます。やばいやばい、この列。うわ、もうマジどこどこ買えませんなこりゃ。ものすごい行列。早めに来ましょうね。それでは早速スタジアムの中に入っていこうと思います。この瞬間がやっぱ一番ワクワクするんよな。わー、来たー。本当にいいスタジアムよね。毎回思うけど、近い、距離が近いし、サポーターのこう席がこうぐわっと囲ってる感じがやっぱいいですよね。すごいスタジアム、今日も気持ちいいです。食べ尽くそうということで、今日も牛串を買いました。いただきます。公式アプリでは試合やチケットに関する情報やアプリ限定公開の動画などサポーター人間の動画が盛りだくさんです。ファントラブルの方は、もうお肉はね、表面パリッとしてるんだけど中はジューシーで、かつあの脂身はすごい柔らかくて、もうとにかくいい塩加減なんですよね。これはね、めっちゃ美味しいです。ユダフさんのトマトもつ煮を頼んでみました。もうね、トマトのいい香りがしてて、もつ煮のトマト？イタリア？楽しみです。ここにね、バゲットもついてますね。まず一口いただいてみましょう。あ、チーズがね、たっぷりかかってる。うわー、でももつもね、たくさん入ってますよ。いただきます。あ、湯気が。柔らかいもつ。でもトマトの風味がいいですね。なんかすごいイタリアンなんだけど、噛めば噛むほどもつの旨味がギュギュッとギュギュッと口の中に広がってきます。柔らかい。またこのね、チーズもいい味出してるんだわ。
なんかイタリアンなのにもつ煮ってなんかすごい不思議な感じだけど、めちゃめちゃ合うんだね。美味しい。続いて名物ハラミ飯をいただこうと思います。見てこのボリューム、重い重いよ、ずっしり。もう見る限りだけでね、お肉のもうぎっしりです。なんというサービスの良さ。いただきます。すごい、ちょっとじゃあ大きいお肉をいただいてみようと思います。いただきます。一個一個のお肉が大きくて、でもね、トロトロなんです。でね、味がめっちゃめちゃしっかりしてるので、これはご飯が進むね。とにかくね、もうボリューミー、これで800円なんですけど、もうこれだけ食べたらもうすっごいお腹いっぱいになっちゃうぐらいのボリューム感があります。すごい並ぶので早めに買ってください。ご覧のように、0対0で引き分けとなりました。